はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。美野健治です。さあ、バイオハザード RE2 続きをやっていきましょう。さあ、メダルを3つ集めて地下行けるようになったんでね。さあ、行きましょう。レッツゴー。地下に通じてるぞ。これで外に出られる。ブランナー警部補、マビ行きましょう。さあ、マビ、今すぐ病院へ行かないと。俺はいいから、早く逃げろ。捕まって。行くんだ。でもまだなんとかなります。一緒に。もう手遅れだ。俺だってそうしたいさ。だがもう間に合わない。これ以上被害は出せない。あとはお前に任せた。だから行け。わかりました。マービン、さらばだ。やり遂げます、マービン。さてと、さあ、地下にやってきました。ショットガン、ガンパウダーがあって、あ、間違った、あ、ついちゃった。よし、行きましょう。なるべくリッカーとは戦わないようにしないとな。焼夷弾がないから簡単には倒せない。よし、行くぞ。地下に降りて、これが取れねえんだよな。なんかの武器パーツかなんかだね。で、こっちは開かなくて、さあ、行きましょう。いやー、どうせあいつが出てくるぞ。ここは何もないよね。よいしょ。オッケー。そうか、クレアと違う。おお、なんだ。痛い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 。マジかよ。おいおい、マジっすか。おい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 、やべえ。ああ。痛い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 。マジっすか。話の通じる相手じゃない。危ない。今距離を取りながら、お、はい、グリーンハーブ組み合わせて、
な。おっ、くねえって。はい、倒すしかない。よいしょ。よいしょ。ハンドガンだけでしょ、みたいな。じゃあ、剣を攻撃すればいけるかな。手榴弾。しとけだったなあ。なんで俺近い上に戻ってんだ。来ちゃうわ。あれだな、回復薬のところ。やっぱ焼夷弾は便利だったんだな。救急スプレー1個とナイフも一応持ってくるか。はい、ディペンズ。よし、くそーやられた。あ、ここの手榴弾取り忘れてたね。こ
ここがまだ開けれないから、よし、さあリベンジリベンジ。よし、いや、ちょっと待ってよ。アイテム回収しつつ、あ、外した。弾取って。よいしょ。組み合わせて、まあ、いよし、これくらい倒すしかない。よいしょ、よいしょ。あ、マジか。映った。よいしょ。よし、オッケー。節約しないとね。
なんかナイフだけでも倒せるっていうことだけどね。誰かいるのか。ショットガンの弾は使わずに済んだ。とりあえずちょっと待てよ。まだ拾ってないっていうのがあるかもしれないから、きっちり拾い切っていきたいね。いや、ないな。青色ってことはないね。よし、一回上がりましょう。まっすぐ。よいしょ。んで、ガンパウダー、ハーブがある。ハーブ、よし。なんとか倒せた。大変。よいしょ。OK。 さあ先に進みましょう。で、ここにはここまで来たね。作業員詰めしょう。サイドパック。サイドパックだけか。そうだな。よし。で、ちょっとセーブしておくか。OK。もうちょっと進んで、ちょうど確かあそこに駐車場のとこに出たはず。さてさて、ダメだね。ダメだ、カードキーがいる。ここでゾンビ犬出てくるのか。レオンだと行ったり。マジスターやるぞ。まずい。お、もしかしてエイダだ。やった、やっぱりエイダ。誰だ。 Thank you。 気を抜かないで。エイダ、ここでエイダか。なるほどね。銃を下ろして。 FBI よ。どうも、ご協力。おいおい感謝します。よくここまで来られたわね。 FBI だって何が起きてる。悪いけど、それは機密情報なの。どこへ行くんだ。自分の命が惜しいなら、くだらない質問はよしてここを出るのね。カードキー探さないとね。おい、話は終わっ、してないぞ。ああ、なるほど、そっちに行けるようになるのか。あれ、こっちは開いてないんだ。ああ、クレア編の時はこっちも一緒に開くようになったけど、こっちとこっちなんだ。ああ、なるほどね。はいはいはい。
よし、そしたらとりあえずここまでにしましょうかね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。